はい、こんにちは。久しぶりのね動画更新になります。イノシシがねちらっと来ては、また来なくなったりなんかしてね、そういう箱穴ばっかりなんですけど、今回はねちょこっと頻繁に、イノシシがね箱穴の方入ったり出たりようやくしている箱穴があったんで、これ両扉なんですけど、こちら側から入ってる、こっちからね入ってるんで、でぬかをね上食べてますよね。で真ん中にねケリ糸がこうやって両扉の真ん中に蹴り糸がこうやって貼ってあるんですけど、これを片扉にするためにね、こちら側にね引こうかなと思います。でぬかを全部ね こちら側へ寄せちゃって、それでね片方をね扉をね今閉めていこうかなと思います。なかなかね箱穴の方に今ね田んぼの方で餌があるんでね、そちら側へね田んぼの方に入っちゃってるイノシシを引き寄せるってねなかなか難しいですね。ようやくねここは頻繁にイノシシが来てるんで、ぬかを思いっきりこの面のね扉を閉めていこうかなと思います。それじゃねちょっと今やっていっちゃいますね。はい、今ね、片扉に直しました。後ろ側のねこっち側を扉を閉めて、蹴り糸をね、斜めにねこういう感じでね貼って、まあ真ん中に貼るよりさらに深く入らないと、イノシシがね扉を落っこってきた時にこの扉がね背中で受け止めちゃうんでね、これでここは、様子見たいと思います。さっきねトレイル確認したらなんか少しイノシシの姿が映ってて、足跡もねここまでこうやって来てるんでね、おそらく多分ね入ってると思います。中にね少しねこんな感じで足跡が、これで多分大丈夫だと思うんだけどね。じゃあねこれで、様子見たいと思います。田んぼのね入られたところも今から回るんですけどね、なかなかねそっちはね寄りつかないですね。久しぶりのね動画更新になりますけど、トレイル映ってればまた出していきます。それでは